あの世界的名指揮者カラヤンの心は日本精神とつながっていた。この動画を最後までご覧になると、カラヤンを通して日本の心があなたに。最後にはカラヤンの心とぴったりくる歌が流れますので、ぜひ最後までご覧ください。私は音楽表現家、歌手の秋山千鶴です。あなたに感動を伝えるチャンネルを目指しています。もし少しでも良いチャンネルと思われたら、ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いいたします。それではまずカラヤンについて簡単にお伝えします。フルベルト・フォン・カラヤン、1908年4月5日モーツァルトと同じオーストリアのザルツブルグに生まれます。20世紀のクラシック音楽界において彼の名を知らない人はいないほどです。日本では楽団の帝王と呼ばれます。またその独自の音楽性と自己演出は魔術師カラヤンとかカラヤン美学と言われ、世界中の人を魅了しました。そして何よりびっくりしたのは、カラヤンの生涯で1億枚以上の録音が販売され、いまだに CD や DVD などが売れ続けているそうです。それは最高の音の追求を続け、素晴らしい録音だったからだと言われています。このような歴史に名を残す名指揮者のカラヤンですが、その心と日本精神がつながっていると分かった時の私の驚き、もうすでに知っている人もいらっしゃると思いますが、私は知らなかったんです。だから命日に動画を作りたい、一人でも多くの人に伝えたいと思いました。それではなぜ日本精神とつながっていると分かったのかお伝えしますね。それはカラヤンの愛読書が弓と禅だった。これは秘書の真鍋恵子さんの証言があったからです。この本は哲学者オイゲン・ヘリゲルの著書。この哲学者ヘリゲルは5年間日本の大学で教鞭をとっていた方、9度の修行6年を通して禅の思想と出会い、日本文化の根底に流れる禅への造詣を深めていかれた方で、このヘリゲルが世界中に弓道を通して禅という日本文化を紹介してくれたのでした。ちなみにこの本はスティーブ・ジョブズ、アップル社創設者の生涯の愛読書でもありました。ここでヘルゲルの弓と禅の著書にどんなことが書かれていたのか、簡単に3つだけお伝えしますね。1つ、腕の力で弓を引かず心で引け。2つ、引いた弓矢を自らの意志で離さず、それが離すまで待て。3つ、的を見らず狙わず無心になると矢はそれが当ててくれる。どうでしょう、こんな風に聞いてもピンとこないかもしれません。ですが弓道の神と言われたヘルゲルの師匠阿波健三はヘルベルの目の前で信じられない光景を見せてくれるのでした。この続きはぜひ書籍をご覧いただけたらと思います。それではこの本を通してカラヤンは日本の精神を感じ、音楽の世界をどう捉え表現するか心の支えにしていた話をして、最後に歌をお届けしたいと思います。今から伝えるカラヤンの言葉を決してわからおうとしないで、ただ受け取ってください。指揮をするということは弓を射ることと同じ、オーケストラを意図的に指揮するのではなく、オーケストラと共に自然に音楽を一体となって奏でる。例えば渡り鳥に例えると、誰がリーダーだかわからないけれど、何かのきっかけで一瞬のうちにみんなが一斉に方向を変えて飛び始める。それは無心に
指揮をやっているうちに音楽が自然に音楽になる。まるで鳥のように自然に音楽が生まれる。